どうも皆さんこんにちは。 J リーグお決まりチャンネルのハリボーです。リーグも中断に入り、終盤への戦いを見据えた中で、改めて今のマリノスの全選手の現状についてコメントしていきたいと思います。全員に触れていきますが、まずは前編としてゴールキーパー、ディフェンダーの選手に触れていきたいと思います。まずはゴールキーパーから。ここは開幕後も大きく動きがあったところですが、なんとか形になってきたかなと思います。まずは一森、開幕後の加入で慣れる間もなく試合出場を重ねていますが、試合ごとに成長しているというのがすごいかなと思います。本人は毎回全く満足していない趣旨のコメントを残していますが、キックの種類、特に低弾道のキックの質がみるみる上がってきており、ビルドアップの出口にもなっています。名古屋戦のアシストはそのご褒美と言ってもいいでしょう。ただまだボールを足元に止めてから探すときに、窮屈になってしまう点は課題かなと思いますが、今年中にはしっかり乗り越えてくれるのではないかなと思います。続いてイークラ、こちらも高岡の対談で急遽白羽の矢が立ち加入となりました。開幕直前に冗談半分で一森とかイークラ来ないかなと言っていたのが、まさか現実になるとは、嬉しかったですが驚きました。怪我での離脱は痛かったですが、正直ビルドアップやセービングの基礎技術はまだまだズバ抜けているなと感じました。今後も継続して使っていくことや伸びしろを考えると、一森を起用し続けるのが本戦だとは思いますが、実力的には全然スタメン争いにも食い込める選手だと思います。中林が抜けて、ベテラン選手も少ない中でいい潤滑油となっている点も非常にチームを支えているかなと思います。続いて白坂、まだ公式戦の出場はなく、練習や試合のアップを見ただけの印象ですが、まだ監督の信頼を十分につかみきれていないのかなと思います。ハイボールの対応であったり、あとはテンポを維持しながらのボール回しなど、今まさに鍛えてもらっているところなので、周りをお手本にどんどん盗んでいってほしいかなと思います。キャラクター面に関しては言うまでもないほどのナイスガイで、上中の J1 初ゴールの際も真っ先に駆け寄っていた姿も印象的でした。こういった姿からも腐ったりするような選手ではないと思うので、ここからどんどん成長していくのではないかなと期待しています。最後は帯に関しては今季最も悔しい思いをした選手かもしれません。高岡が抜け、今のサッカーを知っているという点で正ゴールキーパーに最も近い存在だったはずが、一森の加入後はリーグ戦の出場はありません。一森が出場し始めた直後に練習を見に行った際には、その日が調子が悪かっただけかもしれませんが、これなら一森使うかなと思うほど、ポゼッション練習でロストするシーンが目立ってしまいました。ただその後も本人がその課題に対して真っ向から向き合っていたのは明らかだったのではないでしょうか。天皇杯の初戦では今まで蹴り出していたようなところも、積極的な縦パスを複数本通すなど、たった1試合でも成長しているということをしっかりアピールしていたかなと思います。ただ期待が高まっていた中で、町田戦でのプレーが少し残念だったかなと。このままだと負傷者が出ない限り、一森、イークラーの2人で臨むことになりそうなので、巻き返しに期待しましょう。続いてディフェンダー。怪我人続出なのが本当に厳しい状況ですが、総力戦で乗り越えてほしいかなと思います。まずは長戸。去年の終盤や今年の序盤と比較すると目立つ回数は減ってきているかなと思いますが、それでもいるといないとではビルドアップ面でだいぶ変わってくる重要な存在かなと思います。あとは目立たないですけど、対人の守備対応は良くなってきているかなと思います。スピードのあるウィング相手にも対応できている回数が増えてきているのが非常に素晴らしいかなと思います。あとは左足での大きな展開でヤンを生かしたり、セットプレーでのアシストが増えればなお良いかなと思います。続いて畑中。アビスパ戦で怪我するまでは前半戦の MVP 候補かなと思うぐらい、それぐらい非常にいい活躍をしていたかなと思います。右センターバックにも今季は完全に順応していて、あとは流れを大きく変えてしまうような、イージーなパスミスも減ってきたかなと思います。ビルドアップの出口としても貴重な存在なので、まずは怪我を感知させて、またスタメンに食い込んでほしいかなと思います。エドゥワルド、撃墜王と言いますか、エース封じで彼の右に出る者はいないかなと思います。誰よりも潰す守備ができるのが非常に素晴らしいと思います。ただ皆さんもお分かりの通り、ビルドアップ面ではまだまだ、出す先が分かりやすくモーションも大きいのがネックかなと思います。本人も持ち運んだり工夫をしているっていうところは試合を重ねるごとに見えてきているので、ここはしっかり見守っていきたいなと思います。ショートパスが向上すれば得意のフィードももっと生きると思いますし、柏戦のあのアシストは彼にしかできない武器なんで、そういったところももっと活かしてほしいかなと思います。続いて小池龍太。怪我が本当に痛すぎるかなと思います。今季唯一の出場となったルヴァン鳥栖戦の45分でも、
右から走りで違いを生み出していました。やはりスペースを作るランニングというのはピカイチかなと思います。まあ、リハビリが想定より進んでいなさそうなのが心配ですが、まあ、終盤連戦できつい時に戻ってきてくれればマリノスの連覇というのにも近づいてくるかなと思います。続いて上島、一森と同じで見るたびに上手くなっているなという実感がある選手かなと思います。まあ、メディア向けのコメントも決してネガティブなことを言わず、まあ、淡々とできたこと、できなかったことに向き合っている姿が印象的です。まあ、ビルドアップ面では引けを取らないレベルにはなってきたものの、まだ集中が切れてマークを外す瞬間がちらほら見られるので、そこをなくしていけば完全にレギュラーダッシュというところにも近づいてくるかなと思います。続いてサネト、今季はかなり出番が限定的かなと思います。やはり昨年の ACL 神戸戦から一気に監督の評価を落としてしまったのかなと思います。それでも出た時は一定以上のパフォーマンスを見せているのがさすがベテランという印象も受けます。練習を見に行った際に井上が自主練でうまくいかず悔しがっていた時、さらっと横でフォローの声かけをしていた姿にグッときました。続いて小池優太、ルヴァンカップでの不安定なパフォーマンスを覆すリーグでの広島戦、湘南戦のプレーは見事でした。小池隆太の復帰が不透明な中で、左サイドバックの底上げは不可欠で、エウベルを生かしつつ、木を見て縦をぶっちぎるランニングは確実にアクセントになるはずです。ただ十分リーグでもやれるポテンシャルを見せた中での怪我は、まあ、非常に残念というか痛いかなと思っています。続いて松原、年一の壁を突破しました。ルヴァンも入れるとすでに今季3ゴール。まあ、序盤は怪我で出遅れたものの、まあ、今はそれもだいぶ良くなってきたのかなという印象です。前半戦で名古屋の森下に自由にやらせすぎた反省も生き、まあ、最近は相手への詰める距離感というのも良くなってきているかなと思います。どうしてもこのサッカーですとサイドバックは晒される回数が増えるので、まあ、なんとか耐え抜いてほしいかなと思います。続いて角田、まあ、角田も怪我さえなければというところですね。まあ、今季はキャンプからも好調で開幕スタメンも納得の出来でした。まあ、角田は他のセンターバックにはない運んでチャンスを作れる選手です。まあ、それに加えて対人でも簡単に負けなくなってきただけに、まあ悔しいところですね。まあ、復活後もう一度代表に戻ってきてほしいかなと思います。最後は木村、まあ、大学でボランチに転向したものの、マリノス加入後はユース在籍時と同じでサイドバックでの起用が続いています。ただ現状は対人ビルドアップ含めまだ試合に絡むのは難しいのかなという印象を受けてしまいました。町田戦の序盤の失点につながったロストは、まあ、受けた時点でも少し厳しい状況にはなっていましたが、まあ、目の前の相手に引っ掛けてしまったのがもったいなかったかなと思います。まあ、持ち味である球際のところはその後も頑張って食らいついていたこともあり、まあ、メンタル面は大丈夫かなと思いますが、まあ、とにかく練習での判断の質、1対1の対応の質を上げていかなければいけないかなと思っています。今回は一旦ここまでです。次回の動画ではミッドフィルダー、フォワードの選手に触れていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。